までと曲調がガラッと変わったのもあったしね。曲調が変わるとその人の新しい一面を発見したりできるのね。知り合ってから随分経つのにね。でもそんな発見があるから友達っていいなって思えるんだよね。そやな、新しい発見があるとその部分がまた好きになったりするもんな。ねえみんな、じゃあさ、またいつかここに集まろうよ。それじゃあその時にはまた新しいアルバムをみんなで作るっていうのはどうかしら。賛成。異議なし。あ、でもその時はトップバッターは違う人でお願いね。このアルバムを聴いてくれてる人たちともしばらくの間お別れね。また私たちがここに集まった時にはみんなにも会えるってことだよね。うん、その時までみんな元気でおってな。苦しい時や寂しい時があっても負けないでね。はなちゃんも頑張るからね。じゃあみんな、また会う日まで、バイバーイ。